って戦ってるの？ちょっと待って、マジでわかんない。じゃあ、やばいって、それやばいやばい。アーチャーと、右腕が小野手のモーガンみたいな、想以上に重いスタートなんし、座標バグってるよ。田中こっからがフェイトってそういうこと？聖杯戦争やってく？はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、フェイトからいただいたプリズマエリアドライ第1話。見ていこうと思います。はい。というわけで始まりました。プリア4期ですね。今日から見ていこうと思うわけなんですけれども。さてさて、前回までこの枠は神のみと知る世界をやっていたわけなんですけれども、今回からプリア4期でございますよっていうところで、まあ今年中にね、プリアは見るつもりだったんだけど、まあちょっとあんだけ気になる引きをされたらね、ちょっと見ないわけにはいかないでしょっていう感じになってるので、さあさあさあ、この枠で見ていこうかなというふうに思います。毎日講師になっております。前回はですね、とりあえずミユのこの内情みたいなものも明らかになったし、それぞれね、出元は明らかになった中で、さあさあさあ、ギルも倒したし、さあ丸く収まるのかなと思いきや、こっからイリアの日常が始まるのかなと思いきや、まだなんかありそうなんですよ。なんか召喚されてるんですよ。なんか女の、なんか女体化したギルみたいなのが出てきてて、さあこのプリア、しかもなんかこの4期からがフェイトらしい本番が始まりますよってことらしいので、ちょっと今までがプロローグってなっちゃうと私はどうなってしまうの？今までですらだいぶ楽しかったよ。はい、というわけで注目していきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて、銀色に沈む街。さあ、前回、聖杯的な、なんだろう。ごたごたがあったんだけど、戻ってるみたいな話だったよね。結局空間の、ねじれはどうなったのみたいな。何これ。え？寒そう。あ？何これ。え？何ここ、オープニング。え、誰？がバゼットさんに、小ギルくん？あ、ちょっと、なんか、見知らぬキャラクターがいたんですけど、早速、ドライ。わお。あれ？ミユがいない？お、田中？え、ミユの代わりに、ミユの存在、ミユいるじゃん。パラレルワールドに行っちゃった？さあ、お姫様、聖杯そのもの。え？でもこれ多分絶対パラレルワールドのねじれ、かわいい。何この子。あれじゃないよね。あれ、時臣じゃないよな。時臣はもっと優雅垂れたもんな。誰と戦ってるの？え？ちょっと待って、マジでわかんない。わお！あ、ギルか！ちょっと待って、状況が飲めない。ギルと戦ってるけど、これ何？あれ？インストールしたギルってこと？ギルを、わーわー、エクスカリバー？イリアが？わ、ちょっと待って、情報量が多いな。ちょっと待って、疑問点が多い。え、でもあれそのものだよね。ねじれた？空間が。そんなことはないわ。あんまり、もう、そうだよね。宿題やって終わった。嬉しい。あら、まあ、最初ツンツンだったもんね。さあ、ん？合体？ポケモンの話ですが、やばい、合体で反応しちゃった。ポケモンの話です。ゆみちゃんが合体に反応しすぎてる。やばい感度が高すぎる。どうしよう。
鈴鹿ちゃんの鈴鹿のちょっとアイデンティティが若干奪われつつあるの。さあどうしよう。やばいやばい。め、すごいなこの子。もう頭の中でもうガションガションガションって変革してる。実はどうする、どう曰くすんの。あ、そういうしかないよ。イリアにはそれが限界だった。もうでも、あの勘違いしか着地はなかったもんな。あそこまで出現してしまったら。さて、白。リズはいつも自由だな。みんなの靴を直してる。あら、友達。チリティーム、友達。いいね。多分二人ついてきそうだけど。あら。そうか、でもミユの羊は分かったけど、シロとの関係性がまだ見えてきてないんだな。じゃ、やばいって、それやばいやばいやばい。すぐ注射に頼る。理性だけは飛ばさないでほしいな。理性と意識だけは。そうね。とんでもないな。とんでもないマスコットだな、この。あ、ミユが。あ、偉い。サファイア偉い。お。あ、そうか。ま、これは、この収録はもう、ああ。松木さんじゃないね。松木さん。おもちゃって言っちゃダメだよ。まあでも、おもちゃ兼マスターみたいになってるしな。平和だよね。そうなんだ、オープニングのミユこれつけてたんだよな。また何か起きる前兆だな。イリアのこういう発言がすごいフラグ。あー、終わりました。そうだよね。あの山、削れたはずなのに削れてないんだよな。逆でしょ？すっきりはっきり元通り。そうだよな。ミユの世界の聖杯の陣がぐるんしてたから。なのに？監視の目を、戻ってきたとかそういうわけじゃなくて？
またねじれて入れ替わったんじゃないの？わかんないけど。でも、それによって、あっちからまた、キャスター？あ、そうなの？あ、素人、思い出のペンダント。思い出というか、なんというか。わお、踏んでるわ。さて。まさか？わお、ギルガメッシュと。わおわおわお。あっちのカードがこっちに。あっちのマスター？これ。あっちの世界のアーチャーのマスターなのかな？あ、バゼットさんもいる。お？やばい！また空間が、てか空間が近くない？季節が。そうか、これでオープニングに繋がるの？あっちの世界に行っちゃう？あー、不安定？やべえ！もうちょっと来ちゃいけない。じゃ、バーサーカーっぽいよね。ちょっと。新名わかんないけど。さあ、戻ってきた。アーチャーと？まずい！停止してる。やべえ、マジで。あ、強いってちょっと。出力がちげえ。捕まった。さあ、ちょいちょいちょい。飛ばしてくる。そのままだな。なに、なんか右腕がおの手のモーガンみたいになってる。なに、雷？ハンマーと雷。わわわ。聖杯を回収しにかかってるんだ。受ける。なんか本家のギリより露出度高いっすね。すごいな、なんか。トールハンマーを想像させるけど、心霊だもんな。やばいやばいやばい。あー、連れてかれちゃう？揺り戻し。あー、なるほど、これ。あっち側に行くのか？みんなで。
これ、そうか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 。あー、違うの聖杯戦争に巻き込まれる系？想像以上に重いスタートだな。しかも、バラバラになってない？みんな。天心溶けてるし。寒そう。ああ。ミユの六芒星。そうか、聖杯として連れ戻しに来たわけか。ないと成り立たないから。ああ、いや、てかみんなどこ行っちゃったの？それぞれがだって別の世界行っちゃったとかになっちゃったらちょっとやばいよね。まだパラレルワールドいっぱいあって。まあ、それはないんだろうけど。家がないんじゃない？そもそも論。季節が真逆だもん。寒い寒いよはちょっと私来るから。雪を越えても街にならない。え？どういうくり抜き？ちょっとあの、座標バグってるよ。ちょっとくり抜く場所間違えてる。ちょっと。これ、帰っても、家ある？記憶もないだろうし。ずれてるよね。パラレルワールドのエリアってどうなってるんだ？ただもう携帯も違うしな。アインツベルン自体存在するのかっていう。あ、でもでっかい家あるじゃん。あれ？違う。空き地？空き地になってるっぽいな。え？セミ？あ、違う。バンって現実が。わー、公園になってる？徹底して世界がずれてるな、根本から。でも根本からずれてるっぽいよね。類似じゃないな。さて、誰かと合流できないと田中？田中じゃないか。ああ、重い。どちら様？あなたもですよ。何者？え？どういう存在？
人間じゃない？人間じゃなさそうだな。あなたですよ。田中。いかんなく突っ込み力が発揮されてるな、この世界でも。すごいね。寒くないんだろうな。あら。サーバントとかそういうわけでもなさそう。カード？何者？サーバントが英霊がふらふら歩いてるわけじゃないでしょ？だとしたら田中って何ってなるじゃんね。この体操服の出どころがわからないし。はい。わからない。まあ、わからないだろうな。多分この世界の住人じゃないな。うん。認識は？完全に記憶がないんだ。やばい。いいね。あー、エンディング。わー、なるほど。こっからがフェイトってそういうこと？聖杯先生やってく？田中。ベアトリスと？なんだっけ、アンジェリカ。やっぱりだから、オープニング見た限り多分インストールしてるんだよね、あの二人。何なんだろう、あの雷は。でも。あれ、イヴァン雷帝とかって雷使ってたの？僕よく知らないんだよな。いろいろと神明が気になる頃合いでもありますけれどもね。でも間違いなくそうだよね。聖杯確保して、それを抑えたまま、あとは聖杯戦争やっていくよって流れ。カードの魔力か何かしらを流し込むんでしょ、きっと。いや、気になりすぎるな、ちょっと。気になりすぎるし、楽しみすぎる。ちょっと、もうなんだろう、日常の合間に魔法少女やりますみたいな感じじゃなくなってるよね。今までみたいに。日常とその裏を行ったり来たりってわけじゃなくて、完全に別世界だもんな。だってこの服だってももはや本編やん、みたいな。さて。さて？誰かがなんか傘さして歩いてたよね。田中何者なんだろう？エインザース？あ、違う。エーデルフェルト。エインズバース？あ、エインズバース違う。僕の知ってるエインズバースは違えわ。記憶。あ、フェイトにもエインズワースいた気がするんだよな。フェイトか、片付きだか。怖すぎ。まさかか。捕まっちゃってる。あ、小ギルくん。シロー、会合と再会？はい、というわけで見終わったわけなんですけど、さあ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 始まってきたぞ。やばいなぁ。ちょっと想像以上に、
想像以上にギアの上げ方が早いな。こんなことになるのか。あー、投げ出されるわけか。ちょっとあっちに来て大暴れして、なんだろう、この世界を上書きしにかかるのかと思ったら、あっちに行くんだ。はぁ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 。てか、あの二人やばいな。なんだっけ名前。ベアトリスとアンジェリカ。あの二人、ちょっとかなり、ちょっとね、強くない？じゃあ、まあ、インストールしたらそんなものなのか。でも、インストールした相手と戦ってないもんね、今までね。で、それしかも、魔術の心得がある二人でしょ、きっと。そうか、そうか。今までは多分、ステッキの暴力でなんとか戦えていた。英霊もだってしかも、ランクも落ちてたから戦えていたけど、しっかり知能があって戦う相手は初めてか、冷静に考えたら。うん、小ギル君ぐらい初めてとしても。うん、バゼットさんぐらいだったけど、バゼットさんよりも全然強そうだったよね。いや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 、これどうなんだろう。ちょっと待って。てか、みんなどこ行ったの？バゼットさんとかは。ちょっとバゼットさんだけはちょっととりあえず味方にいてほしいっていうところがある。ちょっと、荒ごと肉弾戦は本当にバゼットさんがいるかいないかで、この難易度が変わりそうなんですけど、この世界。いやー、にしてもだな、ちょっとわからないな。エインズワースって何？エインズワースにさらわれた。エインズワースって僕の知って、でもフェイト世界にもエインズワースって言ったよね。すごい強い一派なんじゃなかったっけ？あれ？なんだっけ？キリシタリア、キリシタリアじゃないわ。ギルクリストじゃないわ。キシア・ゼルリッチ・エインズワースじゃないもんね。違うね。違うな。うん。ちょ、だっていっぱい出てくるんだって、僕の知ってるエインズワースは頭が骨です。頭が骨の魔法使いです。あ、ピルム・ムーリアリスしか知らないんだけど、ちょっと。え？でもいたよね？この世界、名前出てきたよね？エインズワースって。あれ別の作品かって言われて、エインズワースって名前がね、結構いろんな作品で出てくるから、ちょっと頭が混乱しそうなんだけど、結構大化だよね、きっとね。エインズワースか。あれ？ちょっと待って。でも、アインツベルンとかでもないんだもんね。アインツベルンでも、ていうか、御三家じゃないよね、きっと。マキリでも、トーサカでも、ねえ、マキリでも、トーサカでも、アインツベルンでもない人たちが取り仕切ってるっぽいな。エインズワースってさ、聖堂教会絡み？どっちなんだろう？わかんないね。まぁ、ちょっと読み切れないところはあるんですけれども。な、ずれた世界線ってぽくはないな、この感じだと。白っぽいのはいたけど、多分根本から分岐してるな、かなり。よく似た違う世界でもなさそう。近い世界線ではあるんだろうけど、全く設定だったり、もう出元から違うみたいな。でも、英霊のシステムだったりなんなりっていうのはしっかり残ってるから、英霊の概念があるっていう時点では人類史ではあるんだよね、間違いなくっていう。そういう感じでいいのかなけれども、全くもって体型が変わっちゃってるもんね。何かがあって、何かがあってって感じだもんな。何かが起きて、この世界がそういう形になってしまったっていう形で、その大きな、なんだろう、世界の変革だから、なんだろう、このプリア世界というか、こっちのミユのいた世界と、ね、イリアのいた世界に分岐したきっかけがなんかもっと大きな何かしらがあるんじゃないかっていうところではあるんですけど、まあ、そんな深いところまで考えてもね、まだ1話の段階だからわからないっちゃわからないんだけど、あー、アンジェリカと戦っていかなきゃいけないんだ。でもさ、3人で歯が立たなかったよね。割とさ、ある程度の英霊なら、きっと多分、クロ、イリア、ミユの3人で、とりあえず、ダメージは通せるぐらいの、感じではいるけど、あのね、あの6人か。あの6人で総攻撃しても、ちょっと意にも返さないみたいな状況なのは、ちょっとよろしくないし、多分、エインズワースがめちゃめちゃすごい対価だとしたら、今の多分、リンとか、ルビアがいても、そこまで役立てるかって言われたら怪しいよね、本当に。だって、イリアとかルビアの持ってる知識が、この世界で通用するかもわからないもんね。で、田中は多分英霊なんだと思うんだよなきっと。何なんだろう。でも、田中、そう、でも、なんで来てるんだろう、英霊だとするなら。何、体操選手の英霊か何かですか？わからないですけれども、っていう感じだけど、でも英霊だよな、あの感じだとね。多分、人間ではないもんね。だとしたら誰なのかっていうところでもあるし、なんではぐれてるのかっていう、カードの状態じゃなくてなんで英霊の状態で歩いてるのか。まあ、この世界の、まあ、ルールがわからないから、カードはカードのマナなのか、ね、英霊は英霊として歩き回るのか。でも、ベアトリスがああやって接触してきたってことは確実にインストールしてるんだよね、きっと。普段の姿っていうものがあるんだよね。
まあ一つ一つ紐解いていくにはちょっとまだ情報が足りないので、まあ次回シローに会うっぽいので、ちょっとシローからいろいろと事情を聞く必要がありますね。はい、というわけでかなりシリアス寄りに舵が切られたこの作品、どうなっていくのか楽しんでやっていきましょう。翌日また更新されるので楽しみにしてね。はい、というわけで以上プリアドライでした。バイバイ。